間違いありません。三陸補給部隊のハンク大尉の情報ですから。ティターンズは急いでいるな。新しいパイロットが今日もグリーンオアシスに入るから。キグナ、行こう。アブダビアとコンタクトを取ってくれ。私がスイートウォーターに行くと。期待しています、大佐。私は大佐ではない、大尉だよ。7年も待ったのだ。すべてが期待した通りに始まるとは思えんが、ゴケのような生活よりはいい。おやおや、以前見た時よりも古びて見えるな。ん？木馬。木馬を見たような気がした。早かったな。元気そうだな。お待ちかねだ。ティターンズがそんなに急いでパイロットを集めているとなると、今度の目的はどこなのだ。ここかもしれない。そうなのか。冗談さ。武器ドック見たろ。地球連邦軍には秘密で建造していた艦艇だ。その情報漏れはあり。しかしここはエウーゴの拠点の一つだと聞いている。そのつもりだが、そりゃ当事者の勝手な思い込みかもしれない。外の木馬を見れば納得もする。木馬？コロニーの外に係留されてあった。ああ、あの改造艦ですか。将軍もそう言っていましたね。戦艦なのか。ホワイトベース2だって将軍は言ってますがね。ホワイトベース。あのクルーは戦後いい生活をしているようだな。覚えていますか。それはそうさ。自分が救助されて地球圏に戻ってきた時でも、ホワイトベースのクルーの小林とかフラウなんとかとかの結婚がニュースになっていたろ。ああ、連れ子がいっぱいのね。そうそう。しかし将軍の希望はスポンサーからキャンセルされましてね。例の船はアーガマって命名されています。ホワイトベースジュニアか。精神的にはそういうことだが、アーガマという名前は出資者の希望だからやむを得ない。メラニー・カーバインですか。本人直々の希望でな。無下にはできなかった。なるほど。メラニー・カーバインのロマンチシズムと受け取ればいいですか。ロマンチストだからこそ我々に協力する気にもなったのさ。ありがたく思わなくてはな。それは。しかしこんなことをしていたら彼の会社が潰れませんか。彼は潰す気さ。それでもいいと思っているらしい。地球連邦政府から金をひねり出す技術を持ち、それを我々に回してくれる特殊家だよ。戦争商人であることには変わりがない。そう、彼は還元を意図して会社を作っている男だ。彼の会社の協力がなければ君のアイディアを実用化することはできなかった。それは承知しています。君のガンダリウムの改造案がなければダメ。そしてメラニー・ヒュー・カーバインの生産力がなければダメ。はい。ティターンズはまだニューガンダムに慣れていない。そこを打ち、ニューガンダムのノウハウの全てを奪取する。そうすれば地球連邦政府は空に目を向けるようになる。なるでしょう。しかし戦争の道を歩むことにもなる。そうはさせないよ。ティターンズのような軍部の突出した部分を叩くだけで済むのが現在だ。それをもう少し座視していればもっと厄介になる。ジャミトフが第二のギレンザビになる可能性があるのだ。そういう男ですか。そう、狡猾な男のようだ。現在まで彼が名前を出さずに地球連邦政府の財政部門の官僚に食い込んでいたという事実だけでも、その才能は評価する価値がある。地球連邦政府の参謀本部にも順調のお味方がいるのでしょうか。まあな、部分的ではあるが、アーガマの場合は木星行きの船を建造する予算が浮いていた。それを流用しているのでメラニーの方の負担は軽くなっている。会計監査はどうします？その前に私は軍法会議にかけられる。
連邦会議の予算委員会はお呼びではなくなるさ。あなたという方は？家族、類縁を全てなくした私だ。死ぬまでに一度は主義だけに生きてみたいと考えちゃいかんかね。いえ、メラリーの名前はここだけだぞ。正規の地球連邦軍から参加してくれている連中は知らんことだ。自分も正規軍の軍人のつもりですが。新金属ガンダリウムの新しい生成技術を紹介してくれた君がただの正規軍の軍人とは思えんな。そうでしょうか。違うのかな。ガンダリウムガンマを使った初めてのモビルスーツだ。ガンマガンダムとでも命名したいがどうだろう。ガンダムですか。コックピットはご覧になりますか。頼む。すまないな。ええ、完熟飛行もなさらずに出撃ですか。そうらしい。昔と同じだな。昔？ああ、操作は？いや、いい。後で実地にやってみる。飛行時間はどのくらいです？さてね、戦時のデータなどはないからわからないが、1万時間は超えているはずだ。おいくつですか？今年で26になるが。すごいな。ガンダムの名を使うのは先代のガンダムに申し訳がないように思います。リック・ディアスとかいう別のコードネームにしたいのですが。ディアス？どういう意味があるのか。地球の希望砲の発見者、ポルトガル人でしたか。そんな名前の人がいたと記憶します。バーソロミュー・ディアスか。よく知っているな。ボロです。意味はありません。そうだな。ノスタルジアに振り回されるのは良くないかもしれん。シャンペンを持ってこさせよう。命名式をやろう。お若いことでよろしいのですか。例の人にはモビルスーツの愛称にまで口出しはセンサー。後の船は浮きドックにいるモンブランは出られるが。あれですか。あと一隻は隠してあるんだ。クワトロバジーナ隊員。ん？アーガマのキャプテンのヘンケンベッケナー中佐です。ああ、よろしく。クワトロ隊です。訓練する時間が欲しいが、どこで設定しているのか。これがスケジュール表です。レコアロンド少尉です。雑用係だと思ってください。スイートウォーターを発信後にクルーの紹介をしましょう。ティターンズの連中にちょっとラフにやってみますか、キャプテン。エマシーンと言ったっけ。あの娘は悪くない。エマ？そうかな。キャプテンの奥さんと同じでオリエントの血が入っているからそう見えるんだ。え？そうかい。あ？来た！俺はあんまり好きじゃないね。こだわるんだな。俺は厄介なものを宇宙に押し出す仕事をしているらしい。ん？タイ、いつからノーマルスーツを？ヘルメットが必要だと教えてくれた男を思い出したのさ。男ですか？ああ。シャー。